新型コロナウイルスの治療に既存の抗ウイルス薬が有望だと分かり、早期に使える可能性出てきました。えまあ、こういうのが早くできれば、また安心材料は増えてきますね。あの、恐れ慌てるというのが、まあ、なくなるよ、ということなんですけどね。それ以前にね、飲まなあかんようになる状況はどれぐらい安んということなのこれ、あの、これ後でまたね、お話しますけれども、50歳以下。はい。50歳未満ですね。はい。50歳未満。 の人で、重症化する確率は0.2%というデータがあるんですよ。はい、これ死、死亡率が0.1パーチ、死率が0.3%ですよ。はい、だから1000人かかった人がいたら、重症化する人3人っていう、50歳以下,、ねはい、以下で。はい、で、これは、あのー、武漢のデータと、あの、プリンセス号のデータから推計すると、まあ、それぐらいなんですけど、か,かかっちゃったと。はい いやこっちはかかってしまったーと、アビガン飲まなあかんかなーって言って、えー、飲まなあかんぐらい、えー、大変になる人は、だから1000人中3人ってことですよ。それ以外の人は、もう重症にはならずに、重症になる前に、ちょっと熱とか出るんだけど、えー、また元に戻るっていうことなんですよね。はいえー、で、それ何かって言ったら、風邪っていうことですよね。はい、いはね重症化して肺炎になったら、えー、これ大変なことですけど、えー、風邪っていうことなんですよ。だから、はい 風邪を恐れて、恐れ慌てる必要はあるかっていうと、えー、1000人中、997人は、かかったとしても恐れ慌てなくても、いいはずなんですよね。えー、ただ、50代後半とか、60歳以上になると、重症化率は7%とか、はい。上がってくるわけです、ね。上がってくるんですよ。えー、これ怖いんですよ。ね、60歳以上は8%。えー、ちょっと怖いですよね。そうですね。 10人いたら9人大丈夫なんだけど。はい、ま、10中8個大丈夫なんですけど、60代。いいいいあの、10丁8区という言葉でね。はい。でも10丁8区大丈夫なんだけど、いや、でもちょっと1回俺はあかんかもしれんっていうのでもうん、ちょっとね、<配>恐れあわて,て。そう、ね。83以上になると23%。はい。はい、ちょっと怖いですよね。ね4人中1人アウトああ。 7割5分。だから、こう、ちょっと打率の低い、あの、バッターぐらいですよね。ピッチャーやったりしたら、こっちで投げて、ヒット大丈夫やろとかもでも、打たれるかもしれんな、ぐらいの。でも、まあ、23%。これちょっと抑え上がっててもいいですよ。そういうふうに、やっぱり数字をしっかりと理解していくってのは大事なんでしょうね。これ全部公表されてますからね。でもね、テレビでね、こういうことやついないんですよ。僕のこのトーンね、これテレビでありえないですよ。 これ、もうラジオですよ、ね。<laughs> ラジオだ、ラジオ。で、僕、さっきからなんか、ええ、安全ですから心配しないでくださいとか、何も言ってないですからね。言ってないですね。数字を並べてるだけなんですよ、はい。そうなんですね。これをだからどう理解するかっていうのが、ね、でも、それも皆さんがそ、その1000分の1でも怖かったら怖いんですから、ね、別にその人の自由ですよ。うん、はい。 でも僕はは怖くない、はい、えーはい、新型コロナ、極度に恐れる必要はないのかについて話を聞きます。新型コロナウイルス感染拡大は止まっていません。国民の間に不安感と閉塞感も広がっています。いつ収束するかわからない見えない恐怖との戦いが続くだけに、まあそうした感覚を覚えるのは、えーまあ、当然と思いの方もいらっしゃるかと思う。しかし、まあ、過剰な恐れ、適切とは言い難い行動というのは新たな混乱ですとか社会の分断を生みかね ないというのも事実、えー、各種イベント自粛プロ野球も大相撲も無観客その上学校休校ですねまあ今日またあの専門家会議のおこの方針なんかが改めて発表になるんですが、うんえー、新型コロナのお怖さ先ほども富士山数字を出してくださいましたねええまずね、はい、あの映、ー、るためには三つの関門を超えないといけないんですよ写、はい、って大変になるためには、はい、あの風である ってことは別に問題ないんじゃないですか、はい、普通に風邪になりますから。えー、だから風邪以上になるためには3つの関門を加えます。はい、まず、感染者と巡り合う。はい、会う。2>, えー、2つ目、その人から移る。はい で、そして最後に、ね、うつってから重症化する。はい、この三つの関門声なんだ確かに感染しても発症しないケースはね、あるわけですから。はい。で、あの、まず、巡り合う可能性。はい、まあこれは潜在的にね、どれぐらいいるかわからないっていうのはありますけれども、はい、まあ中国と同じぐらい流行ってたとして、一、はい、日50人と濃厚接触するという、すごくなんていうか、 いろんな人と会う人。はい、で、これでだいたい0.3%です。はい。巡り合う可能性。50人とめっちゃ濃厚接触するとしてですよ。はい、で、映る可能性。これはね、だいたい大雑把に言って、その、お会った人が人に映すことが一切ない人である可能性は80%あります。はい。はい で、逆に言うと、巡り合った人が、はい、巡り合った感染者が、うつす可能性のある可能性、あ、はい、あることがある可能性っていうのは20%なんですよ。はい、でも、その人っていろんな人とあって、一人か二人にしか移さないので、はいうん、だから、うつす人かもしれないけど、えー、僕に移す可能性っていうのは、えー、さらに低い、えー、数字上はそうなって、ね、だから、かなり、あの、悲観的に見ても10%です。はい。だから、0.3%、はい。ント かける10%で0.03%。で、それで映るんですよ。はい。だから、3333回に1回、つる。3333ちゃったら1回うつる。あるいは3333、はい、にいたら、1人うつる。えーえー、で、うつって50歳以下だったら、そこで重症化する確率が、またこれが、えー、と、0.3%。はい、0.3%ということは、333分の1。えー、1> だから、もう、 三千かける三百って何もかな九千、九万、九十万。九十万分の一で大変なことになります。えー、はい。えー、だから、九十万人いたら大変なことになるよっていう人が、まあ、50歳以下とかでね、はいえー、いるっていうこと。これかなり、うん、あの、めっちゃやばい確率としてですよ。はいえー、で実際もっとこう低いです。実際は。はいえー、だから、皆さんが今日歩いて怖くなるっていうのはもう、数十万分の一、えー。 の可能性,可能性。おそらくです。けど昨日私があの、いろいろ街を歩いた感じだと、うん、電車の中でもマスクしてるのは6、うんうん、4で、で、4割ぐらいはマスク、私がいた車両なんかしてなくて、こ、うん、れ意外だなぁなんて思ったりね。うん、まあ、街を歩く人もやっぱり少ないことは少ないんですけれども、うん、えー、まあ、数字からしてみるとね、今藤井さんがおっしゃったみたいな、うん 数字なんですね。で,すで、今、えー、申し上げたように、50人と濃厚接触する人ですよ。はい、今も自粛してるからね。えー、濃厚接触してる人も5人とかの人だっていますよね。あの、電車の中では濃厚接触とか、えー、あの、えっ、ー、と、マスクしたりとか、はい、あと、電車ってもだから換気がいつもあるので、はい、あれ濃厚接触、危ない濃厚接触ではない可能性がありますからね。ねえーえー、だから、今言ったら100万とか数百万分の1ぐらいに、 なるわけですよあとはしっかりと手を洗ったりだとかねるともっとこれ確率がね、ねっていったりとかしますから。で、それで、だからまあ50歳以下はだから 0. 数の確率で重症化しますということですけど、もう一回繰り返すけど、60歳以上は7.8%とか、80歳以上は23.2%ということに、感染した時に重症化するのはね。でも感染する ためには最初の、巡り合う。感染者と会う。はい、そして、あの、うつる。えー、この二つの関門を超えないと、重症化できないですからね。おそら,、ね、らくだから心配だなと思う方は、うん、まあ誰が持ってるかね、感染してるかわからないっていう怖さで、うん、まあ、怯えてるっていう部分はあるんでしょうかね。うん、でね、えー、さらにね、あの、専門家委員会は、これ前も申し上げましたんですけど、えー、あの、密集して、密閉して、はい。 近くで喋りまくると。いう、この三つがあれば映るけれども、こ一つでもかければ、あの、映る確率がぐっと減りますよってことをおっしゃってますから、ぜひね、そういう、あの、科学者たちのこう言っている知見をしっかりと踏まえて、怯えたり怯えなかったりしてください。はいはい はい。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、人的往来を制限する動き、世界で広がっています。EU、ヨーロッパ連合加盟国の首脳は、臨時のビデオ協議を開き、感染拡大抑止するため、EU 域外からの入域を30日間、原則禁止することで合意しました。また、トランプ大統領、ツイッターで、アメリカとカナダの国境を一時閉鎖すると明らかにしています。まあ、これは、あのー、不要な行き来を、 中心にという意味なんだそうですね。一方、安倍総理、ヨーロッパなど合計38カ国からの入国者について、入国制限を強化すると表明しています。え入国者に対する待機要請、あさって午前0時から来月の4月の末まで行って、発行済みのビザの効力も停止するということですえ。よく水際対策なんていうふうに言われてますが、うん、藤井さん、今のニュース聞いていかがでしょういや、でももうこれ、だ、はいぶ広まってますからね。そうですね。なんか水際 対策は初期にやるものに、はい、あのこういう感染症のあのー、性行政っていうのは3フェーズあって、w h チは,いえー、はなんかもうちょっと違うフェーズを出してるんですけど、はい、あのー、感染症を防ぐっていう点では3フェーズあってね、ね、はい、水際対策フェース、えー、感染者数抑制フェーズ、はい、重症者、死亡者抑制フェーズなんです、はいえー、でもう今も,もう広がってますから、水際対策フェーズは。まあ、はい 超えてるんですよね。そね、えー、だからその必要性っていうのは、あの、かつてよりは、まあ、下がってるんですよね。はい、だから、全然、感染していない人たち、国に関しては、水際対策っていうのは重要になってくる。はいえー 可能性もありますけど、えーうん、今はちょっと必ずしも国境を閉鎖するっていうのがね、はい、どれだけ効果があるのかなというふうには思いますね。えー、となると、やはり普通の国民への安心感というのも一つの要素なんですかね。ねえー、これでね、えー、やっぱあの、安倍さんの小中学校のね、はい、あの、閉鎖、要請、えー、なんかが、ひょっとしたら世界で一番最初の激しい要請だったのかもしれないですけどね、えー、ああいうのをね、今各国やってますけど、なぜ、えー、かというと、えー やってる感出したい競争なっとるわけですよ。えー、俺は国民の命守るぜ。はい。っていうね。えー、まあもうこれ安倍さんだけじゃなくてみんなそうなっててね。はい。で、なんかこう、よその首脳がみんなやってんの、俺だけやってへんかったら責められるがな、みたいな。はいえー、なんかちょっと俺もやってんで、みたいな。い、えー。いや、俺も、俺をここまでやるで。俺はここまでいっちゃうよ、みたいな。はい。ことなってて。はいえー、なんかほんまにコロナの恐ろしさと、えー 適正の頃さに対する、うん、恐ろしさにとって適正な、はいえー、その抑制水準になってるかっていうとね、えー、過剰になってる可能性が僕は、えー、あるんじゃないかなっていうね、えーえー、なかったらいいですけど、えー、あったら、 偉いとばっちりですよ、国民は。一方で、その経済対策をね、むしろここまでやってるぜっていうふうにこう、どんどんとこうね、そうそうそう、だからさっきも言いましたけど、えー、民間を数増山させたら100兆円、バーンと飛ぶわけでしょ、例えば。はいえー、じゃあ、その100兆円分、俺が国際って配ってやるぜって言ったら、はい、分かった、ありがとう、じゃあ、一、えー、月つき間、丸々、バカンスやな、えー、と。はい もちろんちょっと夫婦でゆっくりネットフリックス見よねってあの、アマゾンプラグで見とこうかと。お寺ちゃんじっくり聞こうかと。はいはい。そしたらね、こう、むしろね、あの、その、わざわざ展示で服装なせないどまあちょっと家族で仲良くしようかとかでできますけど、その間の収入なくなって、そしたら俺らもう、ひからびでまうでと。で、恐れおののいて、慌てて、恐慌が。 オープンってことですからその,恐れの,の,あの政府は、はい、あの自粛要請していいんですけど、はい、その分のお金をちゃんと国民に配りなさいってことなんですよ、そうじゃないと、えー、経済は潰れるんだから。はい